皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、宮沢りえさんは今年で50歳らしいわよ。相変わらず若い頃と変わらない美貌で、本当に羨ましいわよね。りえちゃんも、もう50歳か。三井のリハウス、の CM に出演していた頃が懐かしいんだぜ。宮沢りえさんといえば、16歳の時の、ふんどしカレンダー、や、若鷹ブームを巻き起こしていた高花田との婚約と破局。人気絶頂だった18歳の時にヘアヌード写真集サンタフェを発表したりと、いつも世間の話題をさらっていたわよね。確かに衝撃的だったけど、リエちゃんのデリケートなところにも、もじゃもじゃが生えていたのかと、ショックでご飯が喉を通らない昭和の少年もたくさんいたんだぜ。どこの世界にそんな純情な少年がいるのよ。でも、あのサンタフェが出たおかげで、世の中にもヘアヌード写真集が認められるようになったんじゃないのか。まあ、確かに一役買った部分はあるだろうけど、もじゃもじゃ解禁の先駆けとなったのは樋口かな子さんだよね。ええ。樋口かな子さんって、あのソフトバンクの CM に出てくる白時計のお母さんか。よし、じゃあ今回は、あの人も、ヘアヌード写真集を出した有名人たちについてゆっくり解説していくよ。それは楽しみなんだぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってねー。ヘアヌードが解禁したのは1990年代に入ってからのこと。昭和の少年たちが育った1980年代は、まだヘアヌードを掲載した雑誌や映画などをめぐって、警察とのせめぎ合いが続いていた時代だったわね。そうか、昭和の少年たちは、まだもじゃもじゃのある写真を見る機会が少なかったんだな。そういえば、もじゃもじゃを知らない子供たち、なんて歌が流行ったのもその頃だよな。戦争を知らない子供たち、は1970年の曲だし、タイトルも違うじゃないの、杉田二郎さんに謝りなさいよ。それで樋口かな子さんが、ヘアヌード写真集を出したのはいつなんだ？1990年代に入ると本格的にヘア解禁の時代となり、1991年2月に発売されたのが、篠山紀信さんが撮影した樋口かな子さんの写真集、ウォーターフルーツ不足の事態、だったわね。篠山紀信さんはヘアスタイルからしても、もじゃもじゃにすごいこだわりを感じるんだぜ。でもどうせなら奥さんの南沙織さんのヘアヌード写真集が見たかったんだぜ。ヘアスタイルは関係ないでしょ。この樋口かな子さんの写真集には数枚の写真にはっきりともじゃもじゃが写っていたにもかかわらず、警察は摘発を行わずに口頭での警告にとどめ、これによって事実上のヘア解禁となり、以後、続々とヘアヌード写真集を出版する有名人が現れ、ヘアヌードブームが巻き起こることになるのよね。樋口かな子さんがもじゃもじゃを披露しなかったら、宮沢りえちゃんのもじゃもじゃも見れなかったというわけだな。でも今では樋口かな子さんといえば、ソフトバンクの CM しかイメージが思い浮かばないけど、当時の人たちにはどんな風に思われていた女優さんなんだ。樋口かな子さんは大学在学中の20歳の時にポーラテレビ小説、コオロギ橋に主演して女優デビュー。1980年に映画、戒厳令の夜に出演、この時に初ヌードを披露しているね。ポーラテレビ小説なんて久しぶりに聞いたんだぜ。確かにあの頃は新人女優の登竜門として、多くの有名女優を輩出していたよな。でも樋口かな子さんが、22歳の時にはもう脱いでいたとは知らなかったんだぜ。樋口かな子さんは、その後も1981年の北斎漫画、1983年の戻り川、万事、1987年のベッドタイムアイズ、などの映画で大胆な濡れ場を披露しているね。あう、樋口かな子さんがすでに30年以上も前に、ダンテカーバーさんと共演していたとは知らなかったんだぜ。バカね、ダンテカーバーさんは当時まだ10歳の少年よ。樋口かな子さんと濡れ場を演じてどうすんのよ。白時計のお母さん役からはちっとも想像できないけど、樋口かな子さんはヘアヌード写真集を発売するまでに、何度も映画などで脱いでいるんだな。そうだね。もじゃもじゃを披露したのは1991年、32歳の時だけど、同じ篠山紀信さんの撮影で10年前の1981年にはヌード写真集を発売しているね。そうか、ヘアヌード写真集という意味ではインパクトがあったけど、樋口かな子さんが脱ぐことに関しては、そんなにインパクトはなかったわけだな。そうだね。むしろ最近の若い人たちにとって、白時計のお母さんがヘアヌード写真集を出していたということの方がインパクトがあるかもしれないわね。
あう、マリサのソフトバンクのスマホにチンチロケがついていないか、急に気になってきたんだぜ。どうしてそういう発想になるのよ。樋口かな子さんがヘアヌード写真集を出したのと同じ1991年7月には当時48歳だったベテラン女優の松岡代さんが、さらに8月には渋垣隊、解散後、俳優として活躍していたもっくん、こと本木正宏さんが、そして11月にトップアイドルだった宮沢りえさんがサンタフェを発売するや、一気にヘアヌードブームが巻き起こることになるのよね。松岡代さんはサスペンスの女王、元祖2時間ドラマの女王と呼ばれて、すでに大胆な濡れ場を何度も披露していたよな。でもまさかもっくんのもじゃもじゃを見せられるとは夢にも思わなかったんだぜ。宮沢りえさんがサンタフェを発売した時は、新聞に全面広告とかが出てすごい騒ぎだったよな。宮沢りえさんがヘアヌード写真集を出した反響はあまりにも大きく、これをきっかけに有名人が脱ぐハードルも随分と低くなった気がするわよね。でも昭和の清純派女優の代表格だった島田陽子さんが、あの年でもじゃもじゃを披露しちゃったのはちょっとショックだったよな。我ら青春を見て青春時代を過ごした昭和のお父さんたちは悲しかったに違いないんだぜ。島田陽子さんがヘアヌード写真集を出したのは1992年、39歳の時だったわね。週刊誌の報道によれば、島田陽子さんはお亡くなりになられる直前まで、金銭トラブルを抱えていたようだな。我ら青春のヒロイン教師を演じていた頃は、ちっともそんな風に見えなかったのにな。1970年のテレビドラマで女優デビューした島田陽子さんは、翌1971年の仮面ライダーにも出演。同じ年の続評点が高視聴率を獲得し、人気女優の仲間入りを果たし、1974年の中村雅俊主演の青春学園ドラマ我ら青春で、ヒロインの女教師役を演じ、青春派女優として人気女優の座を不動のものにしたのよね。その後はアメリカのテレビドラマ、将軍にも出演していて、国際女優なんて言ってもてはやされていたのに、いつの間に借金まみれになっちゃったのかな。当時の週刊誌によれば、1988年の映画、花園の迷宮で共演した内田裕也さんと不倫交際に発展し、貢ぎ続けた結果、多額の借金を作るようになったと報じられていたわね。内田裕也さんにはキキキリンさんという素敵な奥さんがいたのに、やっぱりロックンロールと不倫はやめられなかったんだな。わかったようなことを言ってんじゃないわよ。内田裕也さんは島田陽子さんと結婚するために離婚届まで出したそうだけど、キキキリンさんは離婚を認めず裁判沙汰になり、結局、離婚は認められなかったのよね。結局、島田陽子さんは内田裕也さんと破局して、借金だけが残っちゃったわけか。そうして1992年にヘアヌード写真集、キールロワイヤルが発売されるのよね。島田陽子さんは2011年には芸能人専門の H ビデオレーベルとして有名な無敵からもイメージビデオを発売していて、再び昭和のファンを驚かせていたわね。イメージビデオのタイトルが密会、不手合っていうのも、いかにも過去の不倫を想像させるものなんだぜ。それにしても昭和の清純派女優、島田陽子さんも随分と破天荒な人生を送られたんだな。その後、1993年5月にヘアヌード写真集を出したのが石田恵里さんだけど、彼女も1981年の映画、遠雷、1983年のダブルベッド、などで大胆な濡れ場を演じ、すでにヌード写真集も出していただけに、インパクトはそんなになかったわよね。それでも、ウルトラマンエイテを見て育った昭和の少年にとっては、ジョーの絵み隊員が銃の代わりに鞭を持って仁王立ちしている姿を見て、思わずのけぞっちゃったんだぜ。1993年5月にヘアヌード写真集を出した辺見麻里さんは、当時、小神屋に洗脳され、全財産どころか借金までして作った5億円以上にも上るお金を騙し取られ、お金を工面するために出演したヘアヌード写真集のギャラまで小神屋に持っていかれたとバラエティ番組で語り話題になっていたわね。島田陽子さんも波乱万丈の人生だけど、辺見麻里さんはもっと壮絶なんだぜ。でも辺見麻里さんは若い頃から色っぽいことで有名な歌手だったよな。辺見麻里さんのやめてーというため息混じりの色っぽい声を聞いて、股間をもぞもぞさせていた年金世代の人は、ヘアヌード写真集を大喜びで見ていたんじゃないか。辺見麻里さんの大ヒット曲、経験は1970年、20歳の時に発売した2枚目のシングルだね。
まだ二十歳であんなに色っぽかったのか。そりゃあ、西郷輝彦さんも、君だけを、僕だけの君、と口説くはずなんだぜ。辺見マリさんは人気絶頂だった1972年に、御三家の一人として人気だった西郷輝彦さんと結婚して芸能界を引退。1981年に離婚して芸能界に復帰するんだけど、さっきの拝み屋にハマって、やがて洗脳されるようになるのよね。娘の辺見えみりちゃんのギャラにまで手を出していたというから、本当にひどい話なんだぜ。こんな理由で世間にもじゃもじゃを披露することになるとは、デビュー当時は思いもよらなかっただろうな。この石田恵里さんと辺見まりさんがヘアヌード写真集を出した1993年は、他にも山本リンダさん、西川美音子さん、川島直美さん、挙句はデブイ夫人や錦野明さんまでヘアヌード写真集を出版しているわね。ちょうど、ヘアヌード写真集ブームのピークだったわけだな。今回は時間の関係でここまでだけど、今度、機会があったら石の森章太郎さんや石立哲夫さん、シモン雅人さんなんかも紹介してほしいんだぜ。石立哲夫に、シモン雅人。もじゃもじゃの意味が変わっちゃってるじゃないのよ。視聴者の皆さんがお世話になったヘアヌード写真集があったらコメント欄で教えてほしいんだぜ。今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。リクエストがあったらコメント欄にじゃんじゃん書いてほしいぜ。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。それじゃあ、また来てねー。